こんにちは、はじめまして。小麦3つでパンを作る、というものです。長いので好きに読んでください。今回は、自作のサトウキビ収穫装置を、紹介したいと思います。まずこのあからさまな砂をどかすと、水が流れてきます。するとサトウキビが植えてある砂が、落ちて、サトウキビがアイテム化します。楽しい。次にここを塞いで、下にあるハッチを開けます。するとサトウキビと砂と何かが、流れていきます。手動じゃねえか。ちょっとラグがあるようですが、問題ないです。最終的にこのように流れてきます。おい、ハッチ閉め忘れてるぞ。大丈夫、最後にここを閉じると。ハッチが自動で閉まります。そしてさっき言った何かこと、カーペットをこのように敷き、上に砂を乗せ、サトウキビを植えて、終わりです。サトウキビは水と隣接していないと、植えれないので、ここの砂をどかして水を流しましょう。それでは作り方を紹介したいと、思います。まずは回収装置から、下に3マス、横に7マス掘って、それを3列用意します。一番下に水を流し、その上にハッチを設置します。そしてこの3つの水流が合流するように掘っていき、回収場所を用意します。
次に反対側を1マス掘り、水流を制御するために、ブロックを置いていきます。どうするんだっけ？なんとか思い出すことができました。最終的にこのような形になれば、OK です。暗くなってきたので寝ます。ちょうど折り返し地点なので、今回はここまでとします。次回からサトウキビを植えるところを、作っていきます。